はいどうも、ふめです。今日はね、ギターコードやっていきたいと思います。今回は、ジ・アルフィーの、祈りという曲の間奏のギターソロ、アコギソロですね、やっていきたいと思います。こんな感じでいつもですね、アルフィーとか、青葉一子さんとか、他、有名アーティスト、好きなアーティストの、ギターの解説とか、歌ってみた、演奏してみたとか、そういうのをやったりしてます。最近ではちょっとラジオ的な企画でやってますんで、よかったらそちらもよろしく。今回ですね、祈りっていう曲やっていくんですけれども、音源 CD とかですね、ライブも、半音下げチューニングでやってることが多いんですけれども、一応探してたらノーマルチューニングでやってるライブの回もありましたので、まあ一応やりやすいように今回はね、ノーマルチューニングのギターでちょっとやっていきたいと思いますので、ではちょっと一回行ってみましょう。という感じになりますね。まぁ、ちょっとゆっくり解説させていただきたいと思います。まず最初のところ、こうですね。2弦6フレット、3弦7フレット、で6弦6フレットを押さえます。押さえ方は映像で見る限り、中指で2弦、薬指で3弦、人差し指で6弦ですね。で、6弦を親指で弾きまして、あ、そうそう。今回ね、僕3ピックつけてやってまして、ライブ映像見たところ3ピックを持ってるパターンと、ピックをね、普通に持ってるパターンも実はありまして、こう普通のピック持ってやってる場合もあります。その場合は、まあ、ピック普通に持ったのと、中指と薬指も使って、若干ね、運指が変わってみますね。この場合は、ね、親指、人差し指、中指でやるんですけども、ピック持ってた場合は、ピックと中指と薬指でやってますが、とりあえず今回はね、ハンピックパターンで、解説したいと思いますけれども、まず、先ほどのポジションを置いて、6弦、で、親指弾いて、人差し指で3弦、中指で2弦。で、ここでポイントは1弦を右手薬指で開放弦を鳴らすことですね。で、また2弦。で、3弦。で、このまま中指と薬指は動かさず、人差し指を1弦5フレットに移動します。で、4弦から引き出しますね。右手で4弦、3弦、2弦、1弦。ちゃうちゃうちゃう。そうそう、4、3、2じゃなくて4、3、1弦でいきますね。ここでラーを右手薬指弾いたところで左手の人差し指をプリングオフしますね。で2弦、2弦3弦4弦弾きますね。4弦はちょっと抑えめに弾く方がいいと思いますね。強くやらない。で、次からがポイントですね。ここからずっともう6弦、3弦、2弦ばっかり弾きます。形も左手はこの形から変わらず、スライドだけする形になりますね。最初はまず最初に押さえた形、6弦6フレット、3弦7フレット、2弦6フレットで、ずらーっと押したら、このままの形で2フレット上に上がります。シュッと。すると、6弦が、8フレット、3弦が9フレット、2弦が8フレットになりますね。で、また、6、3、2と、指的には親、な、人、中。で、つらら、だ、つらら、つらら。で、それを2回やる。つらら、つらら、つらら。つらら、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 と言って、またこのままの形で、半を下がって、今度は、6弦5フレット、3弦6フレット、2弦5フレットで、ここで3回弾く。とやって、ここで、6弦3フレットに移動するんですけれども、
ここでね、あの音的には、ここでも鳴らしてるかと思いきや、よう見たらここは6弦だけでスライドしてるだけなんですね。となりますね。で、ここからが若干の早弾きポイントですね。6弦をバーン弾いて、これはいろんなパターンがありますが、基本的に最初の1弦だけはおそらく中指あたりでちょっと引っ張りますね。で、と、ソミファレミドレシドラシソラ、ソミファレミドレシドラシソラファソミレファレミドレシとなるわけですね。これを徐々に早くやりながら、ここはでもまあ坂崎さんはめちゃくちゃ早いんですけども、演出的にはまあある程度ゆっくりめに弾いても効果はいけると思うので、最初はゆっくりやりましょう。早弾きはおいおい頑張るといいと思います。で、おそらくですね、弾きやすさは人によってあれなんですけど、アウトサイドピッキング、インサイドピッキングとありますが、このフレーズはおそらくインサイドが弾きやすいと思うんで、チャンチャーンといった後の次のミーの音はアップでスタートする方がやりやすいと思います。で、3ピックでの早弾きは結構難しいですね。僕もちょっと未だに慣れないんで、あんまりうまくできませんが。これもなかなか難しい。普通にピックを持ってるように、こう指添えてピックのように動かそうと思っても、多分同じ感じではできないんで、僕は親指を一層離した方が僕はやりやすいんですけど、これはこれで多分みんなやりにくいと思いますね。できてないな。そこはもう一層諦めてちょっと外してもピックみたいに持っちゃうかですね。ここだけ。で、ブローンといって、6弦を弾いて、12フレットでナチュラルハーモニクス。で、終わりっていう感じになりますね。結構まあなんか曲の途中でいきなりテンポ変わってね、不思議な雰囲気になるここのアコギのフレーズ、できたら楽しいと思いますので、ぜひやってみましょう。で、いろいろ他にもやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では今回はこれで。ではでは。夢が君を連れて行くよ。ほら来たら踊